秋田白上駅は、秋田県山本郡八方町八森矢沢御所の第にある、東日本旅客鉄道五能線の駅である。すべての臨時快速、リゾート白上が停車する。旧八森町が1988年から、駅設置の要望を行っていた。単式ホーム一面一線を有する地上駅。東の白駅管理の簡易委託駅。 プレハブ一棟だけの駅舎そのものは無人だが、駅舎に隣接する、秋田白上中央管理センターで、乗車券の販売を受託する。また、指定券の発売もしている。秋田白上中央管理センター内には、女性の観光駅長が配置されており、リゾート白上の到着時にはホームで乗客を出迎え、周辺の観光案内なども行う。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は13人である。なお、2004年度までは、当駅が JR 東日本管内の有人駅としては最も利用者数の少ない駅であった。2000年度以降の推移は以下の通りである。ご社の大触れ合いパーク注車区出店、ありがとうございます。